というわけで、学校帰りにエクストリームを回り、やっていきたいと思います。今日は早く帰れる日で、現在時刻は12時。これは大回りしてくれと言っているようなものでしょう。これから6時間かけて、約 2km 先の北山形駅に向かいます。それではやっていきましょう。JR には、図のような大都市近郊区間内のみで乗るときは、実際に乗る経路に関わらず、最も安くなる経路で運賃が計算される、という制度があります。大回りとは、この制度を利用して、朝と遠回りをして隣の駅に行く、という狂った鉄道オタクの遊びです。平たく言えば、青のルートで行っても、緑のルートで行っても、料金は同じ、ということです。隣の北山形駅までの150円の切符を買います。はい、楽しいな。改札に入ります。最初の列車は12時16分発の普通米沢駅です。ここで悲しいお知らせです。新幹線を撮るのに夢中になっていた足は、自分が乗る列車の発車シーンを撮るのを忘れていました。もう YouTube やめましょう。嘘です。1駅先の蔵王駅からの発車シーンで許してください。現在この電車は先方の山形新幹線の遅れの影響で10分ほど遅れて運転しています。順調に進めるといいけど。列車は上野山温泉駅に到着。上野山といえばやっぱりスカイタワー。この異様なタワーマンションは山形県で一番の高さを誇ります。列車は8分ほどの遅れで間もなく米沢駅に到着。このぐらいの遅れなら問題なし。ここで E3K が発車するところでした。山越え区間では雪が積もっていました。今日も明日もテストなので勉強に励みます。719系は最高の実習室。にわさかの大カーブを抜けると福島駅に着きました。福島駅で約45分の乗り換え時間がありましたが、この日はどこもとってもポカポカしていて暖かかったので、ゆっくりしながら列車を待ちました。さて、次は14時40分発の白石駅に乗っていきます。ここでも勉強をします。何をやっているのでしょう。私は白石駅に着きました。ここでも乗り換えです。数分の接続で乗り換えできました。ダメです。そろそろ眠くなってきました。ここで長町駅でちょっと降りてみました。日立号かっこいい。まさかのイーストアイ。仙台駅に着きました。次の列車は仙山線の山形駅です。トンネル内の面白山信号場で行き違いの列車とすれ違います。さて、ついに目的地の北山形駅に到着です。やった、着いた。38.6度の熱を出してテストが受けられなかったのは内緒です。ご視聴ありがとうございました。